こんにちは。今日の講義は書籍図解ドーム入門です。この書籍はドームに関する幅広い知識を分かりやすく解説した一冊です。労働法や就業規則から労働者の生活や健康、さらには入社や退職に関することまで、ドームの基礎から実践的な内容までが網羅されています。特に Q&A 形式や図解を用いているため、読者は興味のある部分からすぐに読み始めることができ、理解を深めやすい構成になっています。この本は労務担当者や人事部門のスタッフにとって実務に役立つ情報が満載であり、年間業務カレンダーや提出書類の一覧もついているため、実際の業務に役立つツールとしても利用できます。本書は全体を10の章に分けて構成されています。まず第1章では労務の目的やその役割について概論的に説明されています。ここでは労務と人材マネジメントの違いや日本とアメリカの労務の歴史的な違いについても触れています。次に第2章では労働法と就業規則について詳しく解説しており、労務の基本となる法律の知識が身につきます。第3章では労働時間の管理について学び、休日や休暇の取り扱い、36協定の理解、そして柔軟な働き方についても考察されています。第4章では労働の対価としての給与計算についての基本的な知識が紹介されており、賃金の昇給や降給に関するプロセスや留意点についても触れています。第5章では労働者の健康を守るための安全衛生管理やメンタルヘルスマネジメントについて説明されており、職場における健康管理の重要性が強調されています。第6章では社内秩序の維持に関する基本的な考え方が述べられ、ハラスメント防止のためのポイントや適切な事後対応についても解説されています。第7章では入社、移動、退職に関する基本的な知識が提供されており、採用時の注意点や退職管理についても詳しく説明されています。第8章では労使関係について学び、個別労働紛争の対応や労働組合との関係についても触れています。最後の第10章では労務担当者に求められるスキルやスタンス、キャリアについての考え方が紹介されています。このように図解労務入門は労務に関する知識を体系的に学ぶための優れたリソースであり、実務に役立つ情報が豊富に詰まっています。これからの労務管理において必要な知識をしっかりと身につけるために、ぜひ手に取ってみてください。労務管理の基礎から実践までを包括的に学ぶための優れた教材です。特に労務担当者や人事部門に従事する方々にとって、日々の業務を円滑に進めるために必要な知識を提供しています。労務管理は企業の成長や労働者の幸福に直結する重要な分野であり、本書はその理解を深めるための強力なサポートをしてくれます。本書の特徴の一つは視覚的な要素を取り入れている点です。図解やイラストが豊富に使われており、複雑な内容も直感的に理解しやすくなっています。例えば労働時間の管理や給与計算のプロセスを図示することで、具体的なイメージを持ちながら学ぶことができます。これにより読者は抽象的な理論にとどまらず、実務に即した具体的な知識を得ることができます。また Q&A 形式での解説も本書の大きな魅力です。労務に関するよくある疑問や問題点を取り上げ、それに対する明確な回答が示されています。これにより読者は自分が直面している具体的な課題に対する解決策を見つけやすくなります。労務管理は日々の業務の中で多くのトラブルや疑問が生じるため、このような形式は非常に実用的です。さらに本書には年間業務カレンダーや提出書類の一覧がついており、実務に役立つツールとしても機能します。これにより労務担当者は日常業務を効率的に進めることができ、法令遵守や社内規定の管理もスムーズに行えるようになります。特に労務管理は法改正や社会情勢の変化に敏感である必要があるため、最新の情報を得ることが重要です。本書はこれらの変化に対応するための基礎知識をしっかりと提供しています。また労務担当者に求められるスキルや知識についても詳しく述べられています。労務管理は単なる事務作業ではなく、企業の戦略に直結する重要な役割を担っています。そのため労務担当者は専門的な知識だけでなく、
コミュニケーション能力や問題解決能力も求められます。本書ではこれらのスキルを磨くための具体的なアドバイスも提供されており、キャリア形成に役立つ内容となっています。このように図解労務入門は労務管理の全体像を把握し、実務に役立つ知識を身につけるための非常に貴重な書籍です。労務管理に関心がある方や、これからこの分野でのキャリアを考えている方にとって必読の一冊と言えるでしょう。労務の知識を深めることで、より良い職場環境を作り出し、企業の成長に貢献することができるでしょう。ぜひ手に取ってその内容を体感してみてください。この書籍を読むことで得られるものは、実務に役立つ知識やスキルが豊富に含まれていることです。まず労務に関する基礎的な知識を身につけることで、日常業務に自信を持って取り組むことができるようになります。労働法や就業規則についての理解が深まることで、法令を遵守しながら業務を進めることができるため、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。また労働時間や給与計算の管理についての具体的な方法を学ぶことで、業務の効率が向上します。これにより労務担当者はより多くの時間を戦略的な業務に充てることができ、組織全体のパフォーマンス向上に寄与することが期待されます。特に労働時間の管理が適切に行われることで、従業員のワークライフバランスが改善され、職場の雰囲気も良くなるでしょう。さらに Q&A 形式や図解を通じて難しい内容も理解しやすくなっています。これにより労務に関する知識が初めての人でも安心して学ぶことができ、実務にすぐに活かせる内容となっています。特に労務管理に関するトラブルが発生した際には、迅速に対応するための知識が役立ちます。具体的な事例を通じて学ぶことで、実際の場面での判断力が養われ、問題解決に向けたアプローチが身につくでしょう。また年間業務カレンダーや提出書類の一覧がついていることは、日常の業務を円滑に進めるための大きな助けになります。これにより業務の計画が立てやすくなり、必要な書類を期限内に準備することができるようになります。労務担当者はこれらのツールを活用することで、業務の進行状況を把握しやすくなり、組織内でのコミュニケーションも円滑に行えるようになるでしょう。さらに労務担当者として求められるスキルやスタンスについての知識を得ることで、キャリアの発展に向けた具体的な方向性を見出すことができます。自分自身の成長を意識しながら、労務管理の専門家としての道を歩むことができるでしょう。これにより自己成長を促し、将来的にはより高い役割を担うことができるようになります。このように図解労務入門は、労務管理に関する幅広い知識を提供し、実務に役立つ情報をしっかりと学ぶことができる一冊です。労務に関心がある方や、これからこの分野でのキャリアを考えている方にとって非常に価値のあるリソースとなるでしょう。労務管理の知識を深めることで、より良い職場環境を作り出し、企業の成長に貢献することができるでしょう。ぜひこの書籍を通じて新たな知識を得て、実務に生かしてみてください。労務管理とは、労働者の権利を守り、企業の生産性を高めるための一連の活動を指します。この分野では労働法、就業規則、労働時間、給与、健康管理、社内秩序、そして労使関係など、さまざまな要素が絡み合っています。これらの要素を理解し、適切に管理することが企業の成長や労働者の満足度に大きく影響します。まず労働法について考えてみましょう。労働法は労働者の権利を保護するための法律であり、企業が遵守しなければならない基本的なルールを定めています。例えば最低賃金、労働時間、休暇、解雇の手続きなどが含まれます。これらの法律を理解し、適切に適用することはトラブルを避けるために欠かせません。労働法の改正も頻繁に行われるため、最新の情報を常に把握しておくことが重要です。次に就業規則の重要性についても触れておきたいと思います。就業規則は企業内でのルールや方針を明文化したもので、労働者がどのように働くべきかを示しています。これにより企業と労働者の間のトラブルを未然に防ぐことができます。就業規則を策定する際には、労働者の意見を取り入れることも大切です。これにより
規則が実際の業務に即したものとなり、労働者の理解と納得を得やすくなります。労働時間の管理も労務管理において非常に重要なテーマです。労働時間が適切に管理されていないと、従業員の疲労やストレスが蓄積し、結果として生産性が低下する恐れがあります。36協定などの法律に基づき、労働時間を適切に設定し、休日や休暇を確保することは従業員の健康を守るために不可欠です。最近ではフレックスタイム制度やテレワークなど柔軟な働き方が注目されています。これらの制度を導入することで、従業員のワークライフバランスを向上させることができ、企業の魅力を高めることにもつながります。給与についても考慮が必要です。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ、読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライズアップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されており、個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれます。これにより過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく、食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。またライズアップは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。